いやー、お外でお天気ストレッチやろうと思ったんだけどな、雨が降ってきました、今週はですね、不安定な天気が続いているということでね、どこかね、気分も少し落ち込んだりとか、そんな中でも仕事頑張らなければいけない、その時にね、やっぱ話し合いしてもどうしてもやっぱ流れがね、話が長くなっちゃうことってあるんですよ。で、そういう時に、わかるわかる、いつもだったら、そうですねって元気に言えることも、なんかこうやって雨が続いてると、なんかちょっと、なんかストレス、雨のせいで感じやすくなる、そんな時におすすめのストレッチがあるんですよ。会話をね、司会をする方とかにもおすすめかもしれません。話を切り替えたい時におすすめのストレッチなんですよね。いいですよね。すごく面白いと思います。ちょっと長いな。その話置いといて、この話置いといて、ほらびっくりするでしょ。大きく体を動かせば動かせば相手もちゃんと空気を読んでくれるかもしれません。ぜひ参考にしてほしい。ちゃんと腕をピンと回してしっかりと上げること、このことによって肩がまずほぐれるんですよね。さらに回すように下ろす、上げて回すように下ろす、そうすると肩周りが増えてくるんですよね。長丁場の会話の時こそぜひやってみてください。最後に5回やってみましょう。この話置いといて、はい、置いといて、さあその話は置いといて、今週もお疲れ様でした。週末お仕事の方もこの後頑張ってください。それでは置いといて。